もちろん、アンゴロです。出来事ランキングに入ります。第3位、ドーン。ビットコインハッシュレート急回復。難易度調整4日後に控える中、本格的に半減期後に停滞したマイナーの動きが活発になってきそうだ。ハッシュレート、復活！ハッシュレートとはですね、マイニングの1秒あたりの計算回数のことです。マイニングは取引の承認作業して新しいビットコインをもらうことで、計算競争で1倍になったマイナーがもらっています。ハッシュレートは全体の計算パワーのことなので、マイナーが増えるかマシンの性能がアップすると上昇します。ハッシュレートのチャートと、過去最高は2020年3月8日につけた 123X ハッシュ。コロナショックで100を切りましたが、5月8日に 122X ハッシュまで回復。このまま過去最高の更新かと思いきや、3回目の反撃でマイナーの撤退が相次いで91まで下がりました。そこから急反発して6月1日に 100X ハッシュを超えました。もしこの勢いのまま高値を更新したらビットコインにとってめっちゃポジティブ。次に第2弾。音喜多議員、仮想通貨規制と税制について麻生大臣に質疑。注目された2つの質問と回答を簡潔にまとめます。1つ目と、レバレッジ最大2倍は過剰な規制では。回答と、有識者の意見と過去のデータをもとに2倍が妥当。2つ目と、暗号資産を推進するために税制を変えるべきでは。回答と、名前もなんとなく暗号と言われるとね、なんとなく怪しげな感じがなきにしもあらずなんですけれども、もうちょっと別な名前でステーブルコインって言ってるんだから、もうちょっとそういう名前使ったらどうと思いますけどね。推進したいとあなたが本当に思っているんだったら、ステーブルコインという名前の方がよほどステーブルに聞こえない。この暗号資産というものを家庭に進めろという話と似たようなことになるので、なかなか今の段階としてまだ難しいんじゃないのかなというのが率直な実感です。よって変える気なし。そして第1位、仮想通貨ビットコインとストック2フローモデルで上昇指標がついに点灯。強気相場始まるか。半減期を境に価格が上昇する予想を示しているが、上昇がいつ訪れるかの指標がこの赤点が点灯するかどうかだ。歴史的にも半減期後に赤点が点灯した後に価格が上昇に転じている。半減期後の1から2年で価格が10倍になると予想していると発言。赤点発射。レッドドット、略して赤点。赤点が点灯したのはストック2フローモデルのチャートです。ストックフローは過去に説明しましたが、今後も話題になると思うので軽くおさらいします。ビットコインのストックフローのストックは発行済み枚数のことです。言い換えるとマイニング済みのビットコインの枚数です。現在のビットコインの発行済み枚数は1839万枚。一方、ストックフローのフローは1年間の発行枚数のことです。流れ出てくるイメージ。現在は平均10分おきに 6.25 枚が発行されているので、1年間の発行枚数を計算すると、6.25×6×24×365 イコール328,500枚。そして発行済み枚数を1年間の発行枚数で割った値をストックフロー比率と言います。例えば、ビットコインの現在の発行枚数が1800万枚で、1年で30万枚が新しく発行された時のストックフロー比率は、1800万枚割る30万枚イコール60。イメージは、現在の流通量が1年で新しく発行される量の60倍のイメージです。金や銀のような貴金属の場合は、総採掘量をストック、1年間の採掘量をフローとしてストックフロー比率を計算します。ずっと。X 軸がストックフロー、Y 軸が時価総額です。黄色が金、白がダイヤモンド、灰色がシルバー、紫色がパラジウム、水色がプラチナム。金のストックフロー比率は約60で、時価総額は9兆ドル。ストックフロー比率が大きい金属ほど時価総額が大きくなっています。
つまり流通量が多くかつ増加ペースが遅い物質ほど価値が高まって時価総額が大きくなりやすい傾向があるということです。次にビットコインのストックフロー比率の変化を確認します。チャートだ。青色の線がストックフロー、オレンジ色がビットコインの価格です。Y 軸は対数表示です。2010年8月のストックフロー比率は 1.03。順調に上がっていき、2012年11月は4だったのが翌月に8に倍増しました。倍増した理由はビットコインが半減期を迎えたからです。半減期はマイニング報酬が半分になることで、これによって新規発行枚数のペースが半分になります。1回目の半減期ではマイニング報酬が50枚から25枚に減りました。ストックフロー比率は発行済み枚数割る1年間の発行枚数なので、1年間の発行枚数が半分になるとストックフロー比率が倍になります。2回目の反撃は2016年7月で 11.5 から23に倍増しました。そして3回目の反撃を2020年5月12日に迎え、4月は27、5月は暫定で43、倍になっていない理由は5月中旬に反撃を迎えたからです。6月は54くらいに上がります。あと、普段もストックフローが少しずつ上昇している理由は、発行済み枚数が増えるからです。また、ストックフローが細かく振幅している理由は、マイナーの数の増減やマイニングの難易度調整によって新規発行のペースが日々変わるからです。ビットコインの価格は半減期を迎えた後、1年から1年半後に大きく上昇しています。散布だ。X 軸がストックフロー比率、Y 軸がビットコインの時価総額です。貴金属と同じようにビットコインもストックフロー比率が高くなるほど時価総額が上がっています。3回目の半減期によってストックフローは55を超えるので、想定通り直線の延長と55の交わっているあたりが3回目の半減期の時価総額になるなら、価格は10万ドル前後になります。2020年5月のストックフローは 43.74。 ユータさんが金字曲線から求めた理論価格の計算式はこれです。と、1.14×10⁶× ストックフローの 3.51 乗割るビットコインの総量。薄い紫色の線が理論価格のグラフです。3回目の半減期後の理論価格は10万ドル。約1080万円。そして今回発表されたストックフローの赤点がこれです。と、白い線は理論価格で、虹色の線がビットコインの価格です。チャートの右側に6月1日に点灯したレッドポイントがあります。2012年と2016年の半減期の後もレッドポイントがついた後、価格が大きく上昇しています。ではレッドポイントが点灯したことはすごいことなのかを予想すると、それはすごくないと予想します。なんだって。理由はグラフの下に書かれているこの説明文です。ドン。Mass until next halving。 次の半減期までの月数。赤、黄色、緑、青に色が変化している図は、青は0、暗い赤は50。つまり色は半減期までの月数を表していて、赤点の点灯は半減期までに残り47ヶ月のことだと思います。値動きをもとに赤点が点灯したなら強気になるかもしれませんが、4回目の半減期まで残り47ヶ月で赤点が点灯してもそれほどすごいことではありません。というか必ず点灯します。よって今回の赤点の話はすごくないと予想しました。しかしビットコインのストックフロー比率がもうすぐ54を超えるのは事実です。金の60に近づいてきたので、理論価格の10万ドルに向かってぶち上げる可能性は十分にあります。以上、出来事ランキングでした。暗号6万調査研究サイトではビットコインが当たる利益還元イベントを開催します。ビットコイン大抽選会、投票がなんと500票を超えました。ビットコイン大抽選会はビットコインの63万5000ブロック目の取引量に一番近い数値を当てた人に10万円分のビットコインをプレゼントするイベントです。応募方法を説明します。説明欄の1リツイートをするをクリックすると、このツイートが表示されます。アンゴロのツイッターをフォローしない人は、アンゴロの名前にカーソルを合わせてフォローをお願いします。次に、画面下の丸い矢印を押してリツイートをしてください。続けて、吹き出しマークを押して予想の数字を送ってください。これで応募完了です。
説明欄の丸に投票状況から投票一覧が確認できるので、一覧に自分の投票が追加されれば正常に応募できています。詳しいルールは投票状況のページに書いてます。誰でも参加できるので、ぜひ投票してください。この動画が面白かったらグッドボタンをなんとかお願いします。富をもたらす暗号資産を見極めるためにチャンネル登録をぜひお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。